キース・マーティン・カムストックは、アメリカ合衆国出身の元プロ野球選手。左投げ、両打。1976年にカリフォルニア・エンゼルスから、ドラフト5巡目で指名され入団するが、長きにわたり、マイナーで低迷。ようやく1984年に4球団目の、ミネソタツインズでメジャー初昇格を果たすが、4試合に、登板したのみで解雇される。 1985年に読売ジャイアンツに入団。当時としては魔球のスクリューボールを駆使し、1年目は貴重な左の先発としてローテーションに定着、発祥をマークするが、翌年はルイス・サンチェをストッパーとして獲得したこともあり、当時の外国人選手一軍登録規定によりわずか3試合の登板にとどまり、結局この年限りで退団。 1986年オフにサンフランシスコジャイアンツと契約。翌1987年に中継ぎで15試合に登板したところで、7月に3対4の交換トレードでサンディエゴパドレスへ移籍。1989年途中にシアトルマリナーズに移籍し、そこでも中継ぎとして活躍。1990年には60試合に登板し7勝。 防御率2.89をマークした。1991年に引退。1998年から2001年まで、サンフランシスコジャイアンツ参加のマイナーチームで監督を務めた。その後、エンゼルス参加やテキサスレンジャーズ参加で投手コーチを務めた。2021年現在は、テキサスレンジャーズのリハビリピッチングコーディネーターを務めている。 9歳年下の弟であるブラッドもサンフランシスコジャイアンツ参加のマイナーチームでにシーズンプレイしている。1985年シーズン中2試合を残して当時の大沢春監督の持つシーズン最多本塁打記録55本にランディバースが54本と迫っていた。残り2試合の対戦相手は巨人であり、巨人投手陣はエースの江川優以外、 バースを事実上敬遠する。カムストックは後日自らの著書で当時を振り返り、ある投資コーチから彼にストライクを投げた場合、1級につき罰金1000ドルが課せられていたと口述している。1989年にサンディエゴパドレス、参加トリプル a 級のラスベガススターズに所属している時に作られた股間にボールが直撃して悶絶するカムストックのベースボールカードが アメリカのスポーツ専門チャンネル ESPN が選ぶ、これまでに作られた中で最も面白い、ベースボールカードに選出された。ありがとうございます。